はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、ただいま恵比寿に来ておりまして、まあもうね、大食い好きの方わかると思うんですけれども、恵比寿帰りさんにねお邪魔している途中でございます。なんかね、新しくできたやつらしいんですよ。でなんかパスタのチャレンジで 5.5キロ、タイムトライアル形式らしいんですけれども、今回はねそちらのチャレンジに挑もうと思っております。てな感じで早速見えました、こちらよいしょ、後ろにね見えておりますお店が今回お邪魔させていただきます、恵比寿カエリさんでございます。それでは早速ねお店の方に入っていきたいと思います。よいしょ、ということで、ただいまね店内の方に入ってまいりました。こちらのねカエリさん、以前もあの別の店舗、カエリセカンドっていうお店でデカ盛りですねをいただいたりもしたんですけれども、こちらね同じ系列店でこのカエリっていう文字がひらがなのお店は和食系で、そちらがね英語の場合は洋食系を出しているお店でして、まあ今回のねカエリさんは文字通り和の食材を使ったような、まあ居酒屋さんというか、やっぱりねカエリさんなんで海鮮がうまいらしいんですけど、ちょっとねこれ見えるかな、車エビでございますね。暴れエビ、いわゆるね酔っ払いエビ、エビをね紹興酒につけて酔っ払ったエビを食べるみたいな料理もあったりとか、その他にもね牡蠣だったりとか、本当に海鮮のね新鮮な食材たくさんございますので、今回はねチャレンジではあるんですけれども、ぜひね皆さんもお店の方に伺っていただければと思います。ということで、メニューが到着する前に今回ね挑戦させていただくチャレンジメニューの説明をさせていただきます。今回いただくのがですね、まあオープニングでも説明した通り 5.5キロのパスタのデカ盛りチャレンジメニューなんですけれども、こちらのチャレンジはね一応あのプロ限定っていう条件のもと挑戦できるチャレンジでして、制限時間が30分で、これタイムトライアル形式になっておりまして、今ね挑戦した方はもうタイムなんかは張り出されております。で、失敗の場合はね、まあ、あの失敗料金というものが発生する場合があるらしいんですけれども、基本的にはね、まあ、成功した場合は無料という形で、でまあね毎度のことなんですけれども、チャレンジメニューで喋り出しますと皆さんにね怒られそうなので、今日はね黙々と真剣に挑もうと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、ただいまね料理の方目の前に到着いたしました。もうめちゃめちゃうまそうでございます。ちょっとね今日はガチチャレンジになりますので、パスタすすったりとか、あの飲食のねマナーにそぐわない部分もあるかと思うんですけれども、あらかじめご了承いただいて、動画の方もご視聴いただければと思います。で、あのチャレンジでね食べにくくならないように、本当にね出来たてをそのままいただいておりますので、冷めちゃうといけないんで、早速チャレンジに移りたいと思います。5、4、3、2、1、スタート。よし、いただきます。いい、よしよし、まずちょっと揚げ物からいかしていただきます。これ、うん、うまっ。うん、なんで急いでんだろう。うまっ。タコ、やばい。いいタコ、うまいですよね、唐揚げ。いいタコの唐揚げ、これうまいっすね。これやばございます。うん、うまうわぁ、カキうまっ。来たてですか。しかも全然臭みが、臭みこんなな、うまい。今時期的に多分ちょうど磯味とかもちょっと収まってるんで、うん、塩味も収まってきてるんで、確かにそうですね、本当に身の旨味だけというか、う、ね、塩っぽさっていうのは全くないですね。真冬だとパンパンに張ってくるんで、うん、岩手のカキなんですけど、あの塩味と一緒には結構しっかりあるタイプ。なるほどなるほど。あと和によってもちょっと違うんですけど。いや、うまっ。
でかい。あ、頭。あ、一回、ちょ、かぶりつきます。うわ、うま、なんでチャレンジなんだろう。うまいよ。なんでチャレンジなんだろう。すすりたくて。絡ませると濃厚でうまい、さらにうまいですねこれ。チャレンジメニューって幸せですね。うん、パスタいただきます。うわ濃厚、うまこれまた茹で加減絶妙っすね。なんかね、いわゆる別にアルデンテでもないんですよ。ただあの いわゆるロメスパンみたいなちょっとあの緩い方がいいみたいな麺、あの麺もあると思うんですけど、ちょうどねその間というか、コシも残ってるんだけどパスタ自体のねもちもち感がねしっかり味わえるわ。でまたこのクリームが、それがまたちょっといい感じに相性が
今日はね、黙々と真剣にやっぱ喋っちゃ、喋ったら怒られるこれダメかな、ごめんなさいね、頑張る、ここからいや、うまいんですよ、マジで。毎度のことながらパスタは増えますね。手首痛っ。はあ、そうそう、味変いただきました、こしょう、うん、確かにクリーム系だから黒こしょう絶対合いますね。いやダメだ、楽しみモードができちゃダメだ。頑張ります。あー、うまい、うん、うまい、うわ、うまい、あ、好き、なんて、うまい、うまい、こんなに変わります、うまい、こんなにも印象変わるんですね、コロッと。うん、減ってます。この位置から見るとそんな変わってないんですけど。
絶対最後ソースすくうよりもちゃんとね絡ませた方が一番うまいから。でもクリームも結構濃厚で効いてますけど、やっぱ単体で食べると気づくのがトマトもしっかり効いてるから全然重たいっていう感覚ないですね。トマトの酸味が、濃厚だけど全然重くないですね。ただ検証炎になりそう。あ、また増えた。え？ん？なんかスタートライン戻ってきたっけ。え、こんな増える？半分ぐらいです。本当ですか？シンプルにハードル高っこれ。
とでもこれってパスタだけだと普通の並盛りというか提供するようなパスタだったら10人前ぐらいですか、あのパスタだけだったら麺は。そうですね、10人前か、10人ぐらいあるんですか。10人、ソース合わせて 4.8 だったんで12人前のパスタ、やばいですねすごいな。で、茹で前が 1.3 キロだから、うん、純粋に13人前並盛りで13人前女性で食べる、女性でお腹いっぱいっていうぐらいが、うん、パスタは3倍ぐらいになりますもんね。そうです、ね、2.4 から2.3 から 2.7 ぐらいです、うん、あの麺の太さによってちょっと変わるんですけど、いや、これはすごいっすよソース的にフィットチーネとかの方がいいんですけど、あ、ラーメンの方がちょっと食べづらいんで、まあ、だれちゃいますしね。確かにこのクリームで 生パスタ食いてうまくね。時間早っちらっと見えちゃった。ちょっとここからギアを上げていきますね、1段階。
ごちそうさまでした。うん。今残り時間が手元で言うと5分13秒残っておりますんで、一応僕のタイムで言うと24分47なんですが、若干ね、お店の記録の方だとラグがあるので、公式タイムで言うと24分46秒ということですね。はい。まあね、今回このカエリさんでいただいたメニューの方ですね、本当に美味しかった。上にね、乗っていた海鮮類のフライなんかも本当に美味しいですし、パスタ自体もね、もう絶品でございました。今回のチャレンジに関しては、ゾウさんパクパクくんやシノケンくんなんかも挑戦しに来てるんですけれども、その他にも、エビマヨちゃんとかもね、もう本当にカエリさんで、いろんな通常出してるメニューをたくさんだったりとか、デカ盛りっていう形で、いろんなね、料理なんかも紹介しておりますので、こちら、エビスカエリさん、気になった方はね、みんなの動画も見てみて、ちょっとね、メニューの方、確認してみてください。いや、改めて今日はごちそうさまでした。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。いや、ちょっと絶対に改めてチャレンジとかデカ盛りではなくて、ちゃんと来ます。もう本当に美味しかったです。いや。